武流祭の時期なのに誰かと思えば、まさか君たちとは。それに君も。おっと、冷たい反応じゃないか。どうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだ。なんといってもここは俺の家でもあるからな。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろう。用があるなら単刀直入に言ってくれ。用ならお前も言及していた武流祭のことだ。待ちに待った武流祭を祝うため、代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取り、イベントを企画した。だが問題は騎士団の財政状況だ。俺が言わなくても想像はつくだろう。騎士団の面倒事なんて僕には関係ない。おいおい、非常だな。俺ですら今のは耳を疑ったぜ。みんなの努力はどれもモンドのためじゃないか。暁ワイナリーの武流祭限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだ。モンドの住民たちもきっとそう思ってる。もしかしてお前、自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか？おい見ろよ、ガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしてるぞ。そういえば知ってるか、騎士団の連中はディルック先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ。ディルック先輩の人望があれば、チャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。ヘルターと詳しく相談するようエルザーに言っておく。つい最近新しい酒ができたところだ。ちょうど日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか？そんなに俺のことを困らせたいのか。暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前を書けるわけがないだろう。なんだ、よくわかってるじゃないか。ではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう。感謝するぜ。わあ、ディルックの旦那は気前がいいな。オイラ飲めないけど今の話を聞いただけでテンションが上がってきたよ。